こんにちは、日向洋一です。それでは今回もまた聖書が教える幸せな夫婦ということでお話をしていきたいと思います。今日はですね、ちょっと私が最近経験したことからまずお話を始めたいと思うんですけど、いつも私には中学2年生の娘、さくらという娘がいるんですが、私は横浜に住んでるんですけど、電車で学校に通ってるんですね。で、小学校は地元 の小学校に行ってましたので、中学生になって、いきなり電車通学ということで、すごく親としては心配だし、娘もすごく心細くて、中学1年生の時から駅まで送って行ってたんですね。で、毎朝6時40分ぐらいですかねに自宅を出て、歩いて15分ぐらいのところに駅があるんですけど、そこまで一緒に送ってたんですよ。で、今ちょうど、今中学2年生の、春、3月になるわけですけど、もう2年が終わる時になって、さくらが中3からはもう送らなくていいって言ったんですよね。で、なんて言うんでしょう、私はすごくその時感じたのは、こういうふうに終わるんだなって思ったんですよね。私親としては、こう娘をね、守るというか、励ます意味で、毎朝送って行ってあげてたんですけど、こういうふうに自分は必要となくなるんだっていうふうに思ったんですよね。ちょっと変な話ですけど、寂しい思いと、嬉しい思いと、半々というよりは、ちょっと寂しい思いの方が勝ってる感じがあるんですけど、そういうことを考えさせ、そういうことがあって、何か大切なことが終わる時っていうのは、突然やってくるんだなっていうのをすごく思ったんですよね。で、その時にすごく聖書の言葉で、心に思わされた言葉が、今日の言葉なんですけど、ヤコブ書 の、 4章の、14節のところのところですね。あなた方には明日のことはわからないんです。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎませんという言葉なんですね。私たちの命は分からないということなんですよね。これ聖書の欄外の中には、別の、訳によると、別の、原点というか写本によると、明日あなた方の命はどのようなものであるか分からないのですというふうに書いてますね。明日自分が生きてるかどうか分からないっていうことを最初に言ってるわけですね。で、私たちの命はいつか終わる時が来るんですね。で、あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎないんですね。消えてしまうんですね。やがて消えてしまう。で、しばらくの間、私たちがこの地上で生きてる間は、本当に短いということなんですよね。これちょっとちゃんと映るかどうかわかんないですけど、これ私がガーデニングで使っている霧吹きですね。で、これ見えますかね。多分見えないと思いますけど、こういうものだって言うんですよね、私の人生は。で、私たちは
つい、まあ、自分の人生、まあ、明日もね今日と同じような日が続くんだっていうふうに思うわけですけれど、まあ、今日はもう二度と帰ってこないっていうことを知って、まあ、生きるっていうことは、まあ、本当の知恵だろうということを思いますね。まあ、ガンジーも今日、まあ、死んでしまう人のように生きなさいっていうふうに言ってますので、でもし今日家族と過ごす最後の一日だったら、もし今日奥さんと過ごす最後の一日だったら、私たちはどうやって過ごすでしょうか。それを考えると、まあ、私自身は自分がそういう心、そういう思いを持たずに、いかに当たり前と思って、まあ、夏江に接しているか、そして子供たちに接しているかということを、まあ、思わされるわけですよね。ですけれど、いつか本当に今日が私たちの人生の最後の一日だという時が来るわけですね。でそれは今日かもしれないわけですよ。なぜなら、ね、明日のことは分からない。今日私たちはどこかで命が取られるかもしれないですよね。まあ、そうならないことを願ってますけど、そして明日、まあ、今日夜寝たら明日の朝生きて起きられるかどうか私たちには分からないということですよね。だから私たちは、まあ、この聖書の言葉では、まあ、その続きでね、むしろあなた方はこう言うべきです、主の御心なら私たちは生きていてこのことをまたはあのことをしよう、まあ、そんな風にね、神様が今日も私たちを生かしてくださるなら、まあ、目の前にいる、まあ、妻、夫を愛して、まあ、子供たちを愛して、今日一日を生きようっていうことですよね。まあ、そのような思いで、まあ、私たちは自分の人生の最後、終わりを考えたときに、まあ、すごく心が整えられるというか、そういう部分があるわけですね。ですから、まあ、今日 の考えたいことは、まあ、今日が人生最後の日だったら私はどう生きるだろうか、私は家族に対してどのように接するだろうかということを考えて一日一日を生きることができたら、まあ、本当の意味で命を大切にして生きているということができると思うんですね。私たちはしばらくの間現れてやがて消えてしまう霧に過ぎないということを覚えて、今日一日を大切にして生きることができればということを考えます。まあ共に考えたいと思いますね。はい、ということで、この動画をご覧になっている方でまだ私のメールマガジンに登録していらっしゃらない方がいらっしゃれば、この YouTube の説明文のところにリンクが、そして私のウェブサイトで見てくださっていれば左上の方に E メールアドレスを打ち込むフォーマットがありますので、無料でこの動画を続けて見ることができますので登録してみてください。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。